多分メイボウってあんま食べたことんあなんかドラえもんドラえもん食べたらんとかサバさんになるよねいい肩幅が合わんすぎて落ちてくるんだけどうーんよっこらましんごさんこんばんはー。 はい処理ノウクヤッホーピカバンこんにちはまり、あ、そうこれもらったんだよとね後ろのね <laughs> なんて言うんだろうやるやつがね難しくてねめちゃくちゃ難しいからね脱げるかもしれないからちゃんとねズボン履いてるんだよすごくうまい棒美味しいよ <laughs> いつから ファンの方に初めて来たけどね今日はレッスンだったんで髪の,毛下ろ髪の毛下ろしてるのめちゃくちゃ久しぶりな気がせん センスないけどセンスふってうん、うんないこんばんざいまさこんばんざい福くほうグンジョさんこんばんはうまい棒よりスーパーまずい棒何それそんな名前あんのやばスーパーまずい棒って名前がまずいやんたこ焼きマントワンこんばんざいたこ焼きはじってなかったっけ 赤い袋の。<本>それでね一番あれが好きよ。シュガーみたいな甘いの。もうねショリこのリップが一番好きなんですけど、<う>ジルシュワードの。ツルツルになるの。なのにもうちょっとでなくなっちゃうから、増税前に買っとけばよかったなって思った。<laughs> ジワル眉毛。 なっ寝たれしかこれもらったむしろなかなかで、ね、きる機会は残ってね。今日着てみてでかいサイズが肩幅が、ね、ないんですよ変な感じするてくてくてとりすがりさんこんにちは<え>ポロリ。ってならないようにズボンと T シャツをちゃんと着てる <laughs> よしおりちゃんよみけんたん そうマイい分分かるこうしてもあるよ全然マイい分って感じしない。<laughs> はっ、あ、コンボタこんばんざい星ありがとうそうや、誰かがいろ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 色違いだ、ふみだ,だよふみ寒い、反射できたら寒いねこの時間に <laughs> ふみちゃんがねこのめんたいこかなんかの今日めっちゃっあおろしてるからじゃない久々の気がするおろしてるのでもこれちょぽんってしとる12日ひなィソ守るのでおとなしくしてもえっ一緒にいるのひなィソさんスーパーまぜい棒っていうカー色のカー色のお菓子が12日にるまいる桃子何子 何の需要があるん <laughs> 名前がやばい何のコスプれうまい棒だよジャパニーズお菓子スナックチーズあたこ焼き味のうまい棒えそしてうまい棒のたこ焼き味担当ねしおりはチーズきてるけどシュガーらしく担当。 納豆とかさんあるよね昔さ小学校の時とかさなんかそううまい棒の匂いがするみたいなペンめっちゃ流行った <laughs> えなちゃんこんばんはちゃんこんばんは今日あれだよえイ、A、ちゃんと大樹ルの話でしたふみちゃんが確かに着ている写真あそうそうふみちゃんが持ってるよ、えー、同じストレもらったの、えー、そうまい棒分かる日本以外でもあるのかな 初見ですあ、今日も初見詐欺サラミおしサラミ味あっあっあっおいしいよねオレンジだっけかまないもじゃちゃんラーメン味でくれたらヤバそう食感と味があ飲み会になったらだから飲んだよってのストレートはシンプルで好き少子電鉄 重要。売 <laughs> れたんならいいけどね。今日はね、うまい棒だよ。じゃ、肩ずれてる。不格好やね。<laughs> ほらほら。こうやってみたらわかるよ。<noise> はい。<noise> はい、<noise> 僕、うまい棒。<笑><笑>あ、取れた、後ろ。こうやってね、後ろが取れるよ、ほら。ちゃんと粒は入ってるからね。こうやって取れるそう。 けんねめっちゃ簡易的な作りになってマジックテープでねプする <laughs> これ切るのめっちゃ時間かかった <laughs> 風船きてるみたいな感じ <laughs> 梅坊あ一番好きなんかさ結構有名な味よねこれとコンポタージがままもっちいこんばん坊 食べた方がいいよ。特に意味ないけど <laughs>。十円だからね。お試しあれよ。<laughs> みひろさんこんばんは。<laughs> はじめんこんばんにゃんこ。まゆうそうそうまあ、ゆうのうぼうだよ。<laughs> まゆうのうぼう。う自分コンボだよ。 アズの T シャツえなんかさたまにあるやんそういうさ食べ物のさあのなんていうんだろうあの T シャツとかパーカーとかあるちょっとうまい棒の顔で配信だ <laughs> 立ち上がってここだけで配信美味しそうなのわ分かるけど手が伸びないなんで 買ってみなえんだじゃよシュガーラスクえっえ一番好きシュガーラスク味甘くてあんましあのあれって感じしなんけどね,あののねうまい棒って感じじゃないけどと、ね、あとなんかエビエビみたいなのも好きういうな小さいこんばんざい確かにうまい棒を口に突っ込まれたら美味しさを目覚める目覚めるかもしれん美味しいよなんかさ流行った4つに分割する割り方みたいなこっちさえー、ってやんのやったことないか やっぱねめちゃくちゃ個人的な話をするとねまつげをね変えてからね目がパッチリした感じがするほら良 <laughs> きだね髪が長い人大好きハンターいつも結んでるからねわ、まあ、からない感じ伸びたよねほらこんな詩に何かくんなかったのに切りたいななんか長いのが好きなんだけど あんま長すぎるとね顔に合わんっていうかね個人的に変な感じがしちゃうのなんかビヨーンと長いとね今くらいが <laughs> こんなんなくなメモはあらかたの味を食べたことある有名どころなんかさ <laughs> 期間限定とかさ場所によってみたいなのいいよねじゃあ今度食べてみるよリスみたいにほど <laughs> ワイの友達のカワンマン、いけるかもリポーいいねで済ませて、あれね、あの時ねあのかわいそうと思ったけどね、ちょっと。<laughs> 本当に大好き。ありがとうすごいコスプレ、びっくりしたケイタくん。あ、ケイタくんだ最近ツイート見てくれてる。そう、メンボーのコスプレなの。そう書いたの。 マスカラをねでも今レッスン後あんまねもう残っとらんけ分からんけどすごいね,ね,うねしっかりとつくやつううやっけんねマスケをねちょっと長めのにしたけこのラインのねこの黒いやこのシュッて書いてるやつ薄くしたのナチュラルに見えるなんかナチュラルに見えるっていうかなんだろうナチュラルメイクが好きやっけんねナチュラルにしたいんやけど ままだまだけあれよあのー、勉強中よおメイクよくメンバーとかにこうした方がいいんじゃないとか言われるととりあえずやってみる <laughs> あっうごへじゃないよーあなたトートさん元気ですよちゃいちゃん来たはなかみくんこんばんはさあわかる前うまいもこれさうまいしか見んかったらわかりにくいけどさうわ こ子こ,こ,このがこのが見えたらわかりやすい,やあいたようちゃんあそう入ったまゆちゃんまゆちゃんまだあんま喋ったことない今日ちょっとだけ喋ったけどね「かか靴ちっちゃいですね」って言われた「何センチですか?」ってかわいいって言われた靴の話初めての話は靴のサイズの話です うちちっちゃいですねって <laughs> 緊張しちゃってうまく話せないよこマばんはおひさーぬるたんおはようとろちゃんかわちコスプレはおむしろそうねそう今日から昨日からねちょっとコスプレ女になっとるけん だか息子分かりにつらいかもねこういう服みたいに見えるかな結構コスプレっぽいほらテローンってなっちゃうのどうしたらいいんだろうチクチクしちゃあさっきこんばんは <laughs> でもコスプレがかわいい 腰用意たまに違うの切ると面白いよね。ドンキでやってそうだった実際はえー、っとね、もらったのファンの方に。<も>だから、どこで買ったんだろう。たぶんドンキで見たことないよね。もらったのよ。半年くらい前に。 ありがとはやっこボクのこと覚えてますか覚えてるよショールームに何ぼか来てこ,ったことある。る <laughs> まさとさんかわいいねありがとうおはようえまだ寝て <laughs> いいダメだよ <laughs> まさかの罰てかメンボは柔らかいから実際に。 突き破れなさそうんよちこんばんはアし配信中じゃあまず第1回目のします10月12日は土曜日です。違う。 10月1日土曜日はバンマンライブですえっとー <laughs> えっとー <laughs> 新宿ブレイズさんであるんですけれども2部制となっていて1部が12時30分2部が18時から始まりますなんか続編とかそういう感じじゃないのでなんつながるんだよ物語編とかだったら1部見なきゃ2部分かんないみたいなのあると思うんですけどそういうのでもなくてあのただ2回に分かれてるだけなので。 どっちかだけでももちろん楽しめるんですけど両方に多さがあったりあとフォーメーションが違ったり曲が違ったりいろいろ,などどどどいろ楽しみ方があるので是非来れる方は是非両方でも是非どっちかでも楽しいので検討してみてくださいで藤崎栞里さん予約お目当てで来てくれた方が100人突破して来場者が 100人突破したら私のえっと主催ライブじゃない私牛崎しお織プロデュースのバンジージャパン主催ライブが行えるのでぜひあのおしめに決まってないとかそういう方はリップください予約けどおしめがいたらおしめに予約してください感激ですえ覚えてるお名前なんて読むのって言った記憶がある先になるじゃないおやすみ どこでって,ってこれもらったのよ。ふみちゃんがね、ふみちゃんとしおりがもらった。どこれ買ったの。ジャンボさんくれたよ。<laughs> 今度聞いてみよう。う買った。あっいいね、まあ本当に変な格好。ああそうですよ。今日は特に変な日のよ。<laughs> あ、今日長くなるじゃないこんな服着て。 嬉しい772時ハッピーバースデートゥーユハッピーバースデートゥーユハッピーバースデートゥーユお誕生日じゃないもんね <coughs> その着ぐるみみたいにさ中身が袋を突き破る形で開けれないよねっていういや別に中身だけが出てんじゃない <laughs> あの上だけ開けたみたいなこっちの。 私うまい棒なのよろしくね <laughs> さっき見てたの日曜行くのいつの日曜この一番最近のそれ何日だっけ日曜って12日の6日 ああ。<laughs> あのさしおちゃん、なんでそんなにか。今日はね。今日はね。いよ最近まつ毛変えたけだよ。それ的な。ねんか七十七日は見とありがとう。イエーイ。しかも、習っていいねラッキーセブンだから。

ナナ。しまい。ま一部と二部で同じ曲をやることも、あ<ー>まあ <laughs> あのどっちかで絶対一回だけとは限らないよ。二<も>回やる曲もあれば一回だけの曲もあるし。<laughs> 百年ぶりはぁ、あ、ーって言うのなるよえぇ、ー、楽しい頑あ <laughs> 演技でめっちゃいいねなんかハッピーな感じするよ集理ちゃんしか勝てないお前が一番お前が一番俺 <laughs> のショーリーほョーリさんヨほホコスプレー気になってきましたあ今日はうまい坊ちゃんです あったかい中で若干の裏肝を感じるよ <laughs> アマゾンとか楽天だったんだ,んだわざわざ買ってくれたんだけど一番好きなのはなシュガーなんか<の>らしく <laughs> なんかちょっとこれパシッとなると <laughs> な着てるのか <laughs> 当ててるのか <laughs> <laughs> よく分かってなかったけどめっちゃ <laughs> ええええねえみ見た今の見てないええええええ、ね、もえかしてだよ何えっえセーっかもしれないセーえかもしれないあの私たちえっ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 

みんなに見せたいい知ってほしいとかあとやっぱりいつもの普段の台湾ライブだとこの子が歌わりよいとか目立ちやすいとかあるしいつも歌わりはまたえない子とかもいるからそれも歌,歌いたいしみんなが目立てるライブにしたいしあと私オタクなんでしょだからオタクとしてもメンバーとしてもこ楽しいいろんな目線で楽しめるライブ作りたいしあと主催ライブってやっぱりいいじゃないですか <laughs>。 いろんな気持ちがこもっているのよ。ちょっとあれ、恋しいありがとう。なちなみに名前をひろかず、あ、そこでひろかずさんって名前読めなかったんだよね。バーベジよかった。<laughs> 昔は綿棒よ。く今は、中月六日が日曜日だね。だね。だね夏だけ。

こんばんは勝利ビーイングッドムードグッドムードよいよいメルト楽しみえどうしようでもまだ100人突破してないんですけれどなのであんましこうやってあんまりワクワクしてもちょっとねもし達成しなかったら悲しいんであれなんですけど 今見てる人で10月12日まだ予約してないけど空いてるかもみたいな方はぜひぜひバンダイジャパンに日置き一票をおかえりたいおかえり北海道おかえり今確かに確かに帰ってきたよ今92人です でも、あのー、予約してたももしかしたら当日来れないとか忘れてたとかお,、ね、お熱になったとかお腹かが痛くなったとかで多分数人来れないと思うので、あのー、110人は突破したいです予約だけで。で、えっと、会場に来てくれた方が100人以上になれるように110は超えてきたいんですよ予約で。という気持ちでございます。 はあ、天使のようになのしおりちゃん天使より隣の部屋をのきに来たらうまいなうなう藤崎ちゃんにプロデュースにしたいやるよやるよ頑張れやれるように12以あと8人だけどそうあと18人目標私天使ていたいできるかな 目もきこなしとかまあね。ーーーあ,まあ。ちょっとしたけどしおちゃんのえごめんね。ちょっとみんなには言えない情報的な連絡がピコっときてそれがあんまりに衝撃な内容だったからあのわからないようなあの会話で。 あの、会話した <laughs> <laughs> 北海道行きたかったえ、いたよね<の>多分ん <laughs> また北海道行きたいなまたま今行っても b ないから来年ね、また来年もやりたい,い,りたいあの北海道の 予約なしで当日扱いで入る人の分はえっ、ー、とね事前に言ってくれたらでも急に当日入って後から後からしおりちゃん目当てだったって言われてもそれはノーカウントだ事前に言って行くぜってその日でもいいんだけど入るまでに言ってくれたら来てください15月12日どうですかあとお友達とかに声かけてくれたらめっちゃ嬉しいかも二来周年の何かとかかな二来周あ二来じゃないよ 姉さんとはタイプの違う配信でこっちなあなんか言われる違うってタイプ似たりようで似たりよ似たりよ似たよいかもしれの配信って一言で言ったらゆるくて聞きづらい <laughs> 大初にそうだよやばいのいなかったっけいる気持ちだったかってにえいたら来ちゃった 何についてきたか白質ないけど、ここまでだったら何十人のも一緒なので、また。ありがとう。え、コダちゃんがさ、言ってくれたので、当日が終わった後とか、当日が終わった後とか、ライブが終わった後に、来れなかったら人がいたら終わった後に教えてほしいんだ。あの人来なかったよって。ち、西みょんちゃん、どうしたの。その顔もちのまね、1個目。2個目。 ハーユーハワーユーこんにちは次ハートの間から出てくるしおり僕は行けないけど